吸ってみ。だよね。ニキビバッチここに貼ってるからめっちゃ話しにくい。でも可愛い。ありがとう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 ね。ちょっと今片付けしてたんですよね。で、配信しながら片付けしようかなと思ったりとか。もうやばい。そろそろ昨日せんかった。そう、昨日せんかったんよ。昨日片付け結果せんくって、なんかいろいろ片付け何もしない。特に結局なんかしようと思ったんだけどできない、出ないから、まあいいやと思ってしなかったんですね。で、今日洋服をまた一袋分してて、まだ今から捨てようとしてます。浜田ひびき、ありがとう。ひろしさん、あとあゆりさん、ありがとう。ひろしさん、こんばんは。たくありがとう。ラブレターありがとう。たくんハート。唇ありがとう。くくたるさん、似合う。ありがとう。てんさん、唇ありがとう。さとさん、唇ありがとう。ひょっと結婚して、無理。ありがとうだけど、無理。無理よ。えいよ。さとさん、ありがとう。こんにちはね。メルカリ一枚出してみない。出してみない。いや、メルカリとかさ、出したいけどさ、めんどくさくて。なんかさ、結局そうやってさ、メルカリに出してさ、売れるまで取っとかないといけない状態だったら、結局さ、終わんないじゃん。片付けが。だから、結局、やってない。ですよね。なんか散歩行こうかなと思ってた。いいね、散歩。私も散歩好き。昨日私散歩したよ。私はね、もう掃除を始めたらもうすぐその時に捨てたい人間なので、もう家にあるのが嫌なんですよ。そう、早く結婚してしないよー。嬉しいけど、しないよなんかさ、唇がさ、唇のリップが赤いからさ、なんか気持ち悪いな。結構、キモいかもしれない。拭き取ってしまおう。キモくない？ちょっと待って。で、見て、ここ赤いの。痛いの。痒いの。なんかアレルギーかなんかなっちゃった、多分。あれ、私が昨日買ったあれがないんだけど、あれ、いや、でいいや、今さ、もう服をね、ブワーって出したのね。さっきいらない服とかこう厳選しようと思って、あ、リップ取りたいと思います。リップちょっとこれ赤すぎだわ。結構取りにくいんよね、これ。シュー、わからんか。今日は髪切れや、ハンター。そう、済んだ、今。
なんかさ、最近配信のさ、暗いんだよね。暗くない？暗い。ブサイク、太った。太った気がする。最近、マジで、ここの、数日マジ食べ過ぎマジ食べ過ぎで、なので明日からダイエットを始めるので、はい、今日はダイエット食をなんだっけ、買い込んできました。はい、なので明日から私はヨーグルトとヨーグルトとなんだっけ、ヨーグルトとね、これ何色だ、クリア、うんうん、でキューバッチ取れちゃった、ヨーグルトとゼリーと納豆とかで一旦過ごそうかなって思って、ついこっちは食べきれんかったって噂聞いたんですけど、え、いつの話？ガツイこうちゃんね、ガッツリを食べたらね、やばいよ。ガッツイこうちゃんは、普通の豚骨ラーメンを食べた方が、食べきれる。私はね。いいだ、しか食べない生活します。マジ？そう、私も始めようと思ってるの、今日。プレテインバーも食べない。オートミールを食べたことないなので、明日からゼリーとヨーグルトとかスープとかの生活をしようかなと思います。マジで太ったけんね、まあ、体重的にはまあ1キロとかだけど、顔に出てる、顔と体に出てる、なんかもう太ったのが、うん、カムカムさんあった、ありがとう。ここがね、かゆいんや。ちょっと赤いの分かる？マジで。ここ。分かるかな？いやー、くるくるきれい。ライトね、もうなんかライト壊れてるから、なんかもういいやーと思ってつけてないんだ。今日の配信短め。決めてない。掃除をしながらやろうかなって思います。混ざってる？かわいい、ありがとう。コロナになってしまっただけです。あら！それはつらい。それはつらい。コロナか。早く頑張って直しなね。つらい、コロナは。ガッツリは普通が一番ね。ガッツリコちゃんは普通が一番だったかも。めっちゃかわいい、ありがとう。小平さん頑張ってね。話、発酵食品よき？納豆好き。こーちゃん行きたい。え、行きな。こーちゃん、ガッツリこーちゃん美味しいよ。ほんまみ。でもマジでガッツリこーちゃん、本当に、メニューまでガッツリこーちゃんを頼んじゃうと、胃がね、死にます、結構。私は結婚しないのだからしばらく、豆腐生活して、うお、いいね。反動で今爆食してる。まあ、そうだよね。反動でやっちゃうよね。だからあんまりね、ひびきも、こうグワッてこう減らしたくないんだけど、一旦減らそうかなっていう、あんまりにもね、ちょっと最近摂取量がやばすぎて、そう、最近もうマジで摂取量やばいんですよ、ご飯の摂取量。マイカさん、ビュージンさん、ラブレター、ありがとう。自分で結婚してきる人、さっき読んだよ。クマルパパ、ありがとう、唇。アクハタ、ありがとう。ナイちゃん、ラビュー。クマルパパ、ありがとう。ワイちゃん、動いてるけど大丈夫。いや、大丈夫じゃないよ。まあ、何かしら動いてるんだけど、大丈夫はないんだよね、それがね。最近筋トレもね、あんまりできてないの。筋トレをやりたいと思います。
綺麗に結構痩せてて、私どこされましたって聞いたいいな痩せてるの。私も痩せたい。みつさん、こんばんは。そう、頑張る。ちょっと。マグさん、ラピュー。ちゃ、ちゃちゃ。チャラッタッタ。前髪切ったの分かりますか？結構短いの分かりますか？結構短いんですよね。なんか短く切っちゃって。結構短めパッツンです。ジムはもうやめたよ、私。結構前に、もうマジ結構前にやめた。もう2月とか3月ぐらいからもう行ってないよ、ジムは。もうやめました、僕の昔に。まあジムに行く暇はないということでやめました、ジムは。そう、筋トレと予算なんだで、ね、だいぶ痩せた。やっぱね、でも結局さ、響きやっぱ食事だと思うんだよね。最近食事やばいから、まずは食事だなって。だってダンスたくさんしててさ、痩せないってことはさ、やっぱね、そういうことだからね。まさあ僕たち見て、え、よかった、見てくれて嬉しい、こんにちはです。チュンチュンチュンね、コロナ治しながら僕たち見てね。ちょうどいい長さだよね、ほんま。前髪ジリンレジロクさん、ラブレターありがとう。そうなのよ。そう、ジムはもうとっくの前に辞めたんだよ。なんかもうジム行ってもあれやなと思って、ジム行っても結局あの家から近くても結局行かんくなんなと思って。お金を無駄だから辞めた。筋トレしないとね。再生活や会社で再生活たくさんあるよ、お家。まあ食べる量ではなく食べるものを野菜中心に食べてみるのね、大事それ。チョコザップ、チョコザップザップ、チョコザップ最近多いよね、マジ。じゃあ今日の髪型めっちゃ好き、ありがとう。そう、ぐうたらしてる。ナビューなおさ、こんばんは。時間ないので朝1は夜にジム行ってきます。しんどいって行ってください。で、僕隊さあ、あれだね、決まったね、人発表されてるよね、人誰が出るか。忍者さん、ラビュー。でもキャベツの値上がりがやばい。あ、マジそうなの。あんまキャベツ買わんのだよね、私。コロナってめっちゃ体重減ってるからおすすめ。いやーよね。でも体調壊すのはマジで体重減るから、まあ、そこはいい点ではあるけどさ。玉木さん、ありがとう。口紅コーヒーありがとうね。キカちゃん、口紅ありがとう。ヨガで僕対して僕対やりたい。今回は僕対キレイに助かった、ほんま。あのね、今回の僕対はなんかもともとあのあれだったよね、あの、まあ、正規生に上がった子たちがやるってのはもう結構前から決まってて、そう、もともとね結構前から決まってた僕で、そう。でもさ、普通にさ、なんか5月にさ昇格したメンバーの子が佐々木にしたらよかったじゃんねってめっちゃ思うんだけどって、うん、ずっと思ってたんだけど、なんでだろうってずっと思ってた。そう。でんでんでん、ちゃちゃん。舞台見たけど全然捨てるし、気にしないです。ダメダメ。で、その後にめっちゃ食べたんや。そう、その後に、一旦もう、こう続けて、忙しかったとこが途切れたので、だから、あ、食べちゃおうって思って、最近めっちゃ食べとって、そっからちょっと太ったんですよ。皆さんが一人暮らしに興味湧いてきたみたい。一人暮らしに興味湧いたの？ダンスって、ちょっと興味、どういうこと、どういうこと。母さんやってくれない、行くのが目行きたいよ。
ひちゃんの顔の輪郭ファンしてます。え、顔の輪郭、私顔の輪郭好きじゃないけどね。最近マジ丸い、どうしよう。最近マジで剃った。何を研究してるの？何を研究してるんだろう。すべてを研究してる。ピッキー元気だよ。はいよ。マイチャンネル6日？え、6日も配信してるの私。化粧変えたっていうかメイクしてないよ。メイクしてません今日。今日メイクしてないです。しよ。白結びひーちゃん、あ、お姉さんガンガマス、イエーイ。大丈夫かな。なんで揚げ節になってないけど、丸顔の女子好きやで。ほんま、私丸顔と卵の真ん中なんだよね。ひーちゃんの、ひーちゃんが捨てようとしてたタンス、あーね、タンスね。そう、タンスマジ捨てたい。でも私が捨てようかなと思ってるタンスは可愛くないタンスなんですよ。ここ巻きたい。メイクしなくて可愛い、ありがとう。そう、メイクしてないんですよ今日。だからなんか今日こんな暗い感じなんです。顔が知り合い仲間が、ね、割れてないし、割れてないし。どこ作成中ありがとう。ねんちゃんちゃん。この前は僕とひーちゃんマジ可愛かったじゃん。本当？ありがとう。あの時ドストレートにしたからね、髪の毛。ずっと迷ったんだけど、マジで。お、小平さんのやつが浜田ひびきちゃんって書いてある。嬉しい。よしみぎ本当に持っているか証明かなんかあるじゃん。あるよー。あ、でも私は美容師免許のやつは私は美容師にならないので、あの会社に持っていく美容師免許のあれを別に取らなくていいのに取りに行ってはない。美容師免許の卒業のやつは届いてますよ。さあ、なんとか、見るんだって。え、今ね、ピッなんかね、ポッて勝手にね、こう押されてね、そしたら小平さんのあのプロフィールが出てきた。そう、背中の感想すごい。え、嬉しい。リピリピ、今日も一日お疲れ様です。お疲れ様です。うんうん。私は早の片付けするんですよ。はい、へえ、早片付けさせてください。もうマジでさ、もうなんで？なんでさ、こんなにさ、もうこれ捨てよう。じゃあ、まあ、いらないものをね、捨てていきたいと思います。はぁ、ひぃ、ふぅ、みぃ。片付け、片付け。これ綺麗に綺麗になってます。ありがとう。今からするよ。そうだよ、もう片付けは夜から始めるんですよ私は。ララララしてないよ。ひびかりして、ひびかりしてって何？ゆき、うーん、待って、くしゃみ。結局なんなかった、くしゃみ。なんでくしゃみならんの結局さ。あ、今洗濯回してるんですよ。よいしょ、洗濯回そう。
なんだこれ。こんなに使ったっけ。助けしてます、浜田響き。はい、洗濯は生乾きです。嫌です。くしゃみは音をね消すんですよ。でも結局ね、それと音消そうとするとね出なくなる。マジでこれマジ。なんか今さらこう洗濯ってやつあるんだけど、え、なんか今いた。あ、ほら、じゃん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 、でれでれ。え、でも一回やったじゃん、くしゃみ。くしゃみは一回やったよ。くしゃみは一回やったからね。じゃんじゃん。メイク道具とかさ、捨てようかな。なんかさ、マジね、が必要かなった。何がいたって。なんか白いクモちゃん、白いクモがね、なんか最近続出してます。続出っていうか2回目だけど、白いクモがね続出してるの。これはあれだからよいしょ。うんうん、服道具言うのが欲しす、言うのが欲しすがりそうな。どういうこと。てんてんてん、あ、これは領収書とか。白いかも。そう、メンバーなぜ殺虫剤持ってないけん。持ってないね、殺虫剤。虫が出ると思ってないから。私さ、殺虫剤すら触りたくない。え、カメムシやばいよ、マジで。結構ふざけてると思うんですよね、カメムシさんね。カメムシマジでふざけてる。白い子もさ、白い子もいるんですよ。え、知らない？白い子。なんか白い雲がいるの、とりあえずね。やっとマジで部屋片付ける気になったわ。マジさ、部屋ってさ、片付けようと思ったらさ、思わないとマジで片付けらんないの。私ね、これ捨てていいかな、捨てようかな、これ。これ捨てよ。捨てよ。思い立ったら全て捨てよ。飼い主マジヤバくない？白いの縁起良くないよ。なんかクモはさ、殺さない方がいいって言うじゃんね、守り神みたいな、よく言うよね。よいしょ、おりりー。いや、もうさ、最近頭が痛くて、頭とお腹、お腹っていうか、なんか気持ち悪いんですよね。多分食べ過ぎだと思う。食べ過ぎでさ、気持ち悪いってマジ恥ずかしいけどさ、多分ガチで食べ過ぎ。痛たたたた。
はにゃー、これか。マジで本当にカモがいると蚊とかジーとか減るねらしいね。でもクモって言っても大きいクモじゃないね、ちっちゃい向こうクモ、クモこんぐらい、もう透明のクモこんぐらい、こんぐらいだから。あー、爪切りを私はずっと探していたんですね。そしたらペンケースに入ってました。最近ペンを使ってなかったので気づきませんでしたけど、こういうことがあるね。そういっぱい食べてたやん最近。まあ、言うて夜だけ食べてた、めっちゃめっちゃ夜だけ食べてた。なんか朝昼は言うて食べてないんだけど、夜にバックバック食べてたから太ったんだよね多分。気圧もあるね。やっと爪が切れる、最高。爪切り一枚かけないじゃん、どういうこと？爪切り一枚かけないけど、いや、もう暑くて暑くてさ、この間もうさ熱中症になってました半分。はい、掃除機じゃなくて洗濯機が鳴りました。はい、洗濯したいと思います。マジこの間普通にさもう忘れててさ、朝起きたらあってやったから、今日はマジやる。かわいくないな。私に爪を切っても許されるのが STU、 絶対切らないよ。それは嫌だ、それは嫌だ。その時がスカーってなるね。嬉しくない私も。でもまだ洗濯さ干してるんだよね、取り込まなきゃいけないんだよね。いっちゃっちゃ、爪切ってたやだ。干しますよ、干さないといけない。私も洗濯機で何するのかわいい、ほんま何でもかわいいって言ってくれて嬉しい。マジで今日片付くかな。今日もバイトだったので後輩に山口大の思い出熱弁してきました。嬉しい、何熱弁してくれたの。じゃあ響の胸熱弁してくださいよ。洗濯機が欲しいよっていつも思う、わかる。もう私はマジ乾燥機付きの洗濯機が欲しい。マジでお金貯めて買おうかな。もう洗濯機、もうそしたらさストレスがもう半減するじゃん。もう絶対に部屋が部屋がじゃないし、久しぶりに見えた。あれのパンも、あれのパンもじゃないよ。買えばいいやん。いや買えないよまだ。片付かにかける、どういうこと？片付くよ。てててれて。じゃ。じゃんじゃん。てか配給、昨日ドンキ行った時にね、配給とのコラボがさまた会ってたんよね。そう、それでね、配給とのコラボがまた会っとって。めっちゃ欲しかったんだけど、なんか明日の朝9時に開きますみたいな、明日の朝9時に出しますみたいに言われて、うわーマジかと思って買いに行かなかったんですけど、結局欲しかったな。まだなくなってないかな。そう、ちょうど多分今日出てるんですよ。詰めすぎて光りました。ドキドキしました。嬉しい、お姉ちゃん、ありがとう、引かれないで。そう、配給でもなんかね、配給のやつあれ着てレッスンしようかなと思ったりしたんだけど、買わなかった結局。で、買えないじゃん、朝9時から行こうって思うなんて。はい、研究自身も大変だし、研究生にならされ。てってれってれ、小平さんとありがとう。じゃんじゃんじゃん、はい、じゃんじゃん。じゃあ洗濯干そうかな。ね、エアコン入れたんですよ。ほんま暑すぎて、初、今年初エアコン。夏は初ですね。入れたんですけど、涼しいね。最高だね。幸せだね。
エアコンがある時代に生まれて嬉しい。OKB さん、ナビ、エアコン早い。でも、熱中症になるよりマシ。もう最近マジで熱中症で頭痛すぎて、やってられなかった。ということで、干したいと思います。干そうかな。これ耳に当たってかゆい。いつも音聞こえん。だって、つけたばっかだからね。脱水症状。あ、それあると思う。あんまり水飲んでないんだよね、最近。普通の水は飲んでないので。ということで、ちょっと、押します。押します。みんな助けて。もう乾いたかな。お昼に干したやつ。うわ、乾いてるわ。夏っていいね。夏嫌いだけどさ、夏嫌いだけど、みんな聞こえてる？夏嫌いだけど洗濯がすごい早い、乾くの。とかあの、そんな部屋干しで乾かないのに乾いてるわ、もうすでに。多すぎ。え、怖い怖い。早すぎる現象。天才だね。いいね、夏洗濯日和だね。洗濯も干すところから始まっちゃう。押して、またここも畳まないと。めんどくせえ。マジでめんどくせえ。よいしょー。よい。はい。よし。よし。よし。干していきます。いい匂い、いい匂いするね。あ、これお気に入りの服ですね。皆さん聞こえてないと思うんですけど申し訳ないですね。じゃんじゃんじゃん。はい、干していきます。皆さんは部屋干しですか、外干しですか。私は部屋干しです。外にあの取り込みに行くのがめんどくさいので部屋干しです。そして虫がよく服につく可能性があるので部屋干しです。昔なんか外で干してたらあの虫がついてきて嫌な気持ちになったので、それだったら中で干そうと思って、私は部屋干しです。そして部屋干しのメリットは、お部屋が柔軟剤でいい匂いになるから最高です。みんな聞こえてんのかな。一人で喋ってるけどさ、いつも一人か、いつも一人喋ってるけどさ、聞こえてる？みんな、どうしよう。これ消されちゃったらどうしよう。まあ、顔見せてないから。消される可能性ありますよね。じゃんじゃじゃん。でもまだね、もう干してるけど。よいしょ。ああああ、ぶねー。よいしょ。滑るとこだった。
よいしょ。これもうちょっとでもなんかあれかな、賞味期限かな。お洋服が賞味期限来てる気がする。お洋服も賞味期限があるよね。うん、最近思うね。うんうん。あ、まだまだあります。この第1弾が終わったら顔を見せに行こう。よし行こう、第1弾。よし、いいじゃないか浜田響き、いいよ、いい出だしだよ。へえ、いい出だし。ね、湿気なんだにいいよね。聞こえてる、ほんまよかった、バルベ聞こえてるよかった。なんか広島神主多い。うんうん。あれなと怒っておりました。どういうこと。てーてー、あの研究生の時神戸で飯食われた3人連続で断られました。どういうこと、どういうこと、なになに。冬よりも夏派です、私は冬派です。この暑さが乾いちゃうね。熱中症の治療やエアコンの方が安いか使えって言われてる。そう、大事だよエアコンは。よしと、あれは髪の毛がついてきそう。そうだから、あの絶対外ではがあれしません。はい、じゃあ賞味期限があるんですよ。なんかもうね、服がヨレヨレになっちゃったら賞味期限です。でもまだ着れるなみたいな感じ、賞味期限です。そう、ということでまた行ってきます。に、浴室乾燥してます。浴室乾燥この間初めて使ったんよ、めっちゃ良かった。でもなんか電気代が怖くてやめた。そう、じゃあもう一回第2弾行ってくるね。ちょっと待ってね。よいしょ。よいしょ。第2弾は3分もかからなそうです。干すの嫌い。干すのってなんでこんな疲れるんだろう。うわ、この靴下捨てよう。3個目なんだけど、3個目だけどもなんかやばい。マジミニマリストになりたい。もうさ、一生家からなんか消えないの、マジで。多分ね、なんかもう良くないと思う。マジ良くない。一旦業者さんとか呼んでさ、もうガチで全部してたい。なんか今あるんだけど、なんか服とかは別に捨てれるじゃん、自分でさ、自分で服とかは別に捨てれるけど、あのあれがさ捨てられないじゃん。大きいものとかはさ、捨てる工程がめんどくさいん。そういうのをやりたくなって、そういうのめんどくさいタイプなので、なんか電話してなんかもうお金払ってとかもう嫌だから、なんかもう結局捨てるの買ったりしてるんだよね。しかも私形から入んないとさ、マジやる気なくす人間なのでよくないんだよね。めんどくさいタイプの人間、浜田響きって。よいしょ。よいしょ。よいしょ。はい、もう洗濯物の干しは終わります。あとは畳に入ろうかな。畳に入りたいな。畳に入りたいけどさ。よし、
じゃあみんなの元へ持っていこう服を。普通の服たちを持っていっ、あ、これまだまだ乾いてなかった。乾いてないよ。よいしょ。これはちょっとやだな。はい、よし。じゃあここに隣に持ってきたので、はい、運んでいきます。私運んでいきたいと思います。主役着てる服たちですね。よいしょ。なんか気がついてる、気がついてる。よいしょ。そろそろこれ地味用かな、この服。この服めっちゃ着てんだよね。これも毛ついてんだけど。レッスン着でね、もう服がね溢れてます。レッスン着マジね大変、ほんまにレッスン着だらけ。なんか勝手になんかみんなあれしてるじゃん、作詞してるじゃん、作詞作曲されてんだけど勝手に。よいしょ。これ私のお気に入りのレッスン着や T シャツ。夏は洗濯物増えるし、いやあんまりそれな、いや。しかもさ、なんかもう予定が続くとさ、もう洗濯する時間がなくて、ほんまにやばかったですね。畳むの5秒って待って、畳むの早いに決まってるじゃないですか。畳むのは早いですよ。よいしょ。ひーちゃん柔軟剤アロマジュエルかな。アロマジュエルのあの多分ね、アロマジュエルのあの玉のやつ、 液体じゃなくて玉のやつを使ってます。液とかよりも玉のやつの方が匂いがすごいするからとか、まあ、いろんなやつ使ってる。4個ぐらい私柔軟剤あります。5個か、5個ぐらい柔軟剤があって、その時にあれしてます。バーに吊るさない、吊るさない。私はタンスなので、私はあの干したい方なんですけど、どっちかっていうと干したい方だけど、あの干すところがないんですよ。私ミニマリストじゃないので、私のこの家についてるあの収納じゃあ服が収まらなくてハウスです。柔軟剤多めですね。いろいろ持ってるよね。アイロンかけるの得意。アイロン持ってきてない。アイロン持ってないよ響。これ匂いというか違う。え、あ、ポンポン言い出した。去年の再来ポンポン言ってるよ。去年の再来してる。は、止まった。え、これ好きな匂いしてる。え、これ柔軟剤一緒だよね。もう一個の方使ったんかな。いい匂い、これめっちゃいい匂い、好き。うん、好き好き。ね、アイロンはないんですよ。アイロン欲しいんだけどね。そう、いい匂いだわ、最高だよ。あ、乾いてないです、これ乾いてない。よし、もう一個干そう。乾いてないよ、ほんと良くないな。
乾きな、ちゃんと。もうちゃんと乾かして。もう待って、くしゃみ。よいしょ。ねえ、くしゃみが、くしゃみだった。よし、よいしょ。あんまりくしゃみ聞こえなかったでしょう。ジュリさんありがとう、ラベレッター。ジュリありがとう。よいしょ。もう一回とかないです。くしゃみの何が嬉しいん。よいしょよいしょ。ちょん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 。私のお気に入りのナイキです。てんてんてん、てれてててこすかって、てんてんてん。ナイキのポシェットかわいいよね。かわいいでしょ。あ、見て、キキララキキララパジャマ。です。ポロシャツ、ポロシャツです。ポロシャツ好きなんよね、私。ポロシャツ大好き。気がついてるわ、これ。よいしょ。前とかアウターだけ。何アウターだけ。よいしょ。その可愛い T シャツ、何の可愛い T シャツ。これよく着てるよ。これ尾崎豊さんのあれらしいです。なんか普通に英語読めなくて、なんだろうってずっと思ってたら。よいしょ。手際いいでしょ。だって前普通にさ、洗濯ずっとやってるもん。そりゃそうだよ、毎日やってて。手際てか何でも早いんだよね。よいしょ。はい、一旦終わり。はい、待って、くしゃみ。なんなかった。あ、まだあるね。よいしょ。無東京が見てます。東京いいね。東京、東京行きたいな、また。まあ言うて東京行ってもさ、そんな遊びに行けるわけじゃないのがあれなんですけど、東京行けるだけでうれぴーですね。東京まで遠いんだよね。でも普通にね、レッスン着に前よく来てたから。
マジ冬服全部捨てたろうかなって感じなんだけど。よいしょ。チャキハットありがとう。結婚前提です。嫌です。すべて洗濯物移さないです。移すわけないだろう。これせこれじゃない。確かにね。そうだわ。に新アトラクション。うん、ガバス乗り遅れたから大阪までしかない。やばいね。汗だねそれ。汗だね。どうするのそれ。結構やばっちいじゃないそれは。よし。新アトラクション行きたいんだよね。ディズニーラプンツェル大好きだから。響き惜しい。ハートありがとう。え、洗濯終わった。天才。一回洗濯回したいってこと。本当に住んでる東京も2時間です。住んでるけど東京も2時間なんで。まあそっか、関東に住んでても遠い人は遠いのか。一緒に行こう。このぐらいの全体。うん、違うよ。とりあえず朝大阪へ考えます。まかれるのんびりすぎだ。あらま。まあでもそういう日もあってもいいよね。楽しいんじゃないですか、そういう日があった方が。なんか2時間かかる。やっぱそうなんだね。でもいいじゃん、2時間で東京行けるんだったら最高だよ。毛布私年中変わんないかも。年中変わんないね毛布は。そんな私冬もそんな暑くないやつ使ってるから。そうだからあんまり冬も暖かくして寝てないんだよ。だからあんまり変わんない。一年いいのがあったらその時買うけどみたいな感じですねいつも。とりあえずスカイジャム3時間ぐらいなの。いいね。よいしょ。とりあえずスカイジャム3時間ぐらいなの。いいね。よいしょ。今一瞬止まったよね。ループ終わった？私動いてんだけど。私動いてるよ今。私動いてるよ。今大丈夫なら大丈夫だね。大丈夫なら大丈夫だね。眠たい。この洗濯の上で寝たい。なんかさ、リボンついてるだけ可愛くない？なくなった。あれ、携帯どこ？携帯どこ？
携帯どこあった、洗濯物が踏んでます。ヒーヒーふー。じゃんちっちゃちっちゃちゅ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 ひーちゃん見た目ちゃんちちゃん、つくーマイナス5歳。つっちゃつっちゃ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 ちゃ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 うんちゃちゃうんちゃうん。響きって何時間やってる？よいしょ。あ、なんかカラオケ配信とかやっちゃおっかな。歌えないけど、どうせそんなにカラオケ配信とかやっちゃおっかな。これさ、でもさ、カラオケ配信、あ、この端末じゃできないわ。タブレットじゃできないわ。このタブレット。暗い。はい、なんか洗濯物が見えちゃう。暗いな。でもさ、このイヤホン両方聞けるやつさ、あのあれだよね、聞けないじゃなくて、なんだっけ、ねむねむにゃんこすぎて気づいたら洗濯を干してる時に寝てたの。あらら、あ、始まったポン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 、始まった。ほら、去年も再来してたやつが始まりました。再来です。この音うざいな、久々に聞いたら。やめてほしいね、この音。懐かしいけどやだね、この音。じゃあカラオケ配信でもしようかな。音聞こえんかったらどうしよう。聞こえん可能性あるな。うわー、うざい、この音。うん、何しよう。
くなくちゃでした、ごめんなさい。何がいいかな。最近歌ってないから何を歌っていいのか分かんない。足の音ずれてる。じゃあ、じゃあ絶対的にあれがいいですね。なんか壊れてる方のあれがいい。こっちかな。なんかこのさ、唇の後ろのやつが顔に赤くなるんだけど、やだな。赤い。音鳴るかな。してマイクやってるし、もうもうこれイヤホンがもうダメだ、もう配信するなって言われてる。マイク付きのイヤホン刺してるし、怒っちゃうし。刺してくださいとか刺してるし、怒られたい。もうなんで、もう嫌い、もうなんない、なんないんだけど。もう賞味期限来たね、本当に。なんで？ごめん、なんで？もう、ああもう、なんで？ないし、ないし、あったし。私どんだけいい本持っとんの？に嫌われてるよね、マジで。これなるでしょうか。ノット。白い雲ともやもやした気持ち、
ていたって仕方ないよ行こう明るく嫌なことも一つくらい誰にもある下を向いて落ち込んでたってダメさ心のその空晴れ渡るまで上を向くんだ君が世界のどこかで泣きながら愛しさが満ちるしさ太陽は何度も夢を見るちょっと待ってなんかおかしいちょっと待ってちょっと待って音程がおかしすぎるちょっと待ってちょっと待って、ほんまに。なんかさ、急に歌い出したからさ、なんかさ、歌が下手すぎて、ちょっとびっくりした、私。ちょっと待って、合ってないよ。なんかところどころ違ったよ。下手かって思ってた、今。もう待って、もう僕の対応じゃないやつでしょ。急にさ、なんか全然、なんかもうなんかよくわかんないなんかあれしちゃったから。にしよっかな。あ、ガールズルールとか一番だけ歌ってみるね。歌えるかな。海岸線をバスは進む空は高気圧これが最後の夏だから部活のメンバーと思い出作りの合宿前回にした窓から潮風に乗って波音が近づいてくるバスタオルを巻きつけて10秒で水に着替えよう何でも見せ合える仲じゃないか1,2,3,3,2,1 女の子たちは真夏に卒業してゆくガールズルー誰を好きになって一緒にいつも泣いたり喜んでくれたねガールズルーパパやママに言えない秘密の話いっぱいこの海に流したら忘れよういつか ありがとうございます。ちょっと待って。歌うからさ、ちょっとさ、ちょっと光を照らすね、私。はい、光照らさないと、ぶしゃいくすぎて、照らんないんだから。やるるるー、シュシュー。光がね、ほんまにね、大事やなって思いましたわ。この音嫌い。マジで。この音嫌い。そして、光らすやつが兄ちゃんに。光らす
すやつがねえじゃねえか。どこの行ったんだ。あ、これか。あ、今壊したんじゃねえ私。やべえ。え、大丈夫そう。ってこれだよね。音うるさいって。音うるさいよ君ほんまに。買いましたかね。お、こんにちは。すっぴんなのが丸分かりだね、これで。イエーイ、ありがとう、ヨイさん。ありがとう、リボンの、シーズンのリボン、かわいい、ありがとう。すっぴん感すごーい。座ってやろ。軽くなったよね。どれにしようかな。そう、両方つけてたよ。はい、じゃあ次これにします。人間関係得意な方じゃなくて、一人きりが一番楽だと思ってた。誰もいない冬の花でも僕は寂しくなかった。街の中にこんな人がいた。間違った。喧騒が溢れてたとしても、肩にかける誰かがいなきゃ孤独を感じてしまう。潮風に吹かれたくて自転車を漕ぎ続けた。僕の大人になる。
ありがとうございます。ちょっと待ってね、うん、イコールラブさんとか歌いたいんだけど、イコールラブさんとか歌いたいんだけど、歌っていいんだっけ、書いてるけど、うん、花さんとか歌っていいんだっけ、入れちゃいけないんだよね。でもイコールラブさんも、もうちょっとしかじゃないか、大丈夫いける、でもさ歌えるかな、私も良かったような気がするんだよ、耐えるかな、でも黒ラさん歌ってみたいな。私が好きな曲があるんですよね、ラストノートしか知らないっていう歌が響き好きなんですけど、すごい好き、可愛い歌がでも歌えないかもしれないからさ、途中で歌えなかったらやめようかな、耐えるかな？ちょ、怖いな。ちょっと一旦最初聞いていい？最初聞いていい？ちょ、最初聞かせて。で、もう一回やり直すから。一回聞かせて。あ、OK です。ちょっと待ってね。じゃあ。もう一回行くね。いけるかな、ダメだった途中でやめますね。きっときっと私のためじゃない、この恋は練習してからでしょちょっと待って、好きだけどちょっともうちょっと練習してからするね、こっちは画面のチャイナ、ちょっとうまく歌いそうにないので、じゃあ、どうしようかな、迷うな、あ、これで好きなんですけど、ちょっともっとあれです。お、久々にこれを歌いたいと思います。真夜中は僕だけの時間だ、もう誰も眠ってしまうがいい、本当の自分でいられて息ができる、太陽が昇った大地
光と影ができてしまって、その境目に立たされた時に息が止まる。ああ夢の中なら自由に振る舞えるのに、友達と上手にやらなくちゃ、そうもっと楽しそうに生きなきゃ、そんな意識は捨てたい。君と巡り合って僕は楽になった。普通に息を吸って普通に吐いている。君の好きになって肩の力が抜けた。僕は僕のままで変わらなくていいんだ。好きだ好きだ声に出してみる。君が君が好きだ。星空をずっと眺めてると、そう眠るタイミングを失う。目を閉じるのがもったいなくて息ができない。きっと世の中にはたくさんの見るべきものが存在していて、息をしよう。ああ明日になればもう一度生まれ変われる。昨日までの自分のことなんてもう忘れてしまっていいんだ。息の仕方変えよう。ガラちゃん君に教えられた新しい世界よ。思っていたよりも人生は楽しい。君に気づかされた孤独ではないこと、そう僕が勝手に背中向けてただけ。好きだ生きることは呼吸すること、急がないでゆっくりでいい。他の人と比べないで吸って吐いて自分のペースで。スルちゃん誰か好きになると知らぬ間に微笑む。思い浮かべるたび幸せな気持ちに。君と巡り合って僕は楽になった。普通に息を吸って普通に吐いている。君を好きになって肩の力が抜けた。僕は僕のままで変わらなくていいんだ。好きだ好きだ声に出してみる。君が君が好きだ。ありがとうございました。する心ってさ、一人じゃ苦しいよね。ありがとうありがとう、みんなありがとう。俺もありがとうありがとうね、ありがとうね、ありがとうね、ありがとうありがとうね、ありがとう。じゃあ次は桜の木になろうに行きたいと思います。
やっぱ弾くゆっくりの歌が好きですね。よう歌ってるやつばっか私。春色の空の下を君は一人で歩き始めるんだ。いつか見た夢のように描いてきた長い道、制服と過ぎた日々を今日の思い出にしまい込んで、新しく生まれ変わるその背中を見守ってる。不安そうに振り向く君が無理に微笑んだ時、頬に落ちた涙は大人になるためのピリオド。僕はここから動かないよ。もし君が心の道に迷っても愛の場所がわかるようになっている。教室の日向の中、クラスメイトと語った未来は、今君が歩き出したその一歩目の先にある。満開の季節だけを君は懐かしんでいてはいけない。木枯らしに震えて冬を越えて花が咲く。誰もいない校庭、時に一人帰っておいで。卒業をしたあの日の輝いて
てカラオケをしよろしたいと思います。ありがとうございました。ありがとう、ありがとう、いいちゃん帰ってくちゃあるし、恋愛は偉そうだし、ひいきって重所どう重所行きたいですねでも声優さんとか本当したいんですよね。声優さんとかはやるのやってみたいなってめっちゃ思う。また来年の桜の時期に会おうねじゃないの。けれど、歌唱力はね、どうだろうね。でも歌唱力、ぜひ皆さん、放送を見てくださいね。はい。まあ、響き的には、まあ、緊張して、100% 出せたかって言われたら微妙なんですけど、まあ、ところどころいいんですけど、ところどころ失敗みたいな感じだったんですけど。ぜひ、まあ、見てもらえば嬉しいなと思います。ありがとうね。ありがとうございます。たくさんギフトを。ありがとう。癒しだって、こちらこそだよ。ありがとうね。ありがとうございます。私は曲の曲好き。私も曲大好き。好きなんて言えないあなたしか見えないよ。目が合うたび声を聞くたび愛しくなる、切なくなる。好きだけど苦しい今の私どう映ってるの。誰かを見る横顔は振り向かない、振り向かせたい。もしも二人で寄り添い合ってキスしたらなんて思っても叶わないのに、叶わないのに。あなたに恋していいですかみたいな感じで歌いました。はい感じで、歌唱こんな感じで歌ってました。はい。はい。歌唱力ね。歌唱力の録画、予約しました。ありがとう岡山さん。ありがとう。そう、ぜひ見てください。早く聞いてほしいな。ありがとうございました皆さんありがとね。じゃあそろそろ団長と、まだまだあと5分あるもんね。収録チェックしてみるね。チェックしてみてください。ぜひ。肌荒れひどくない？マジやばいんだけど、マジやばいんだけど、これ以上近づけないわ。でもね、ニキビがね、なくなりかけてるんですよね最近。なので良いですけど。え？ありがとうね、カラオケ聴いてくれてみんな、ほんまにありがとう。いや録画した、私は見たいんだけどさ、見れるかな。手紙出したらぜひ読んでみて。読むね、絶対絶対読むね。待ってるね、お手紙。多分まだ届いてないと思うから。何がんだ、おねるチャンネル契約しないとね。契約ね、誰か載せてください。手紙書く、書いて書いて。歩き出した、嬉しかった嬉しかった、ありがとう。こちらこそ、そんなうまく歌えてないけどありがとうね。じゃあそろそろ願書を読んでいきたいと思う。
では13位から。では13位しおりさん、12位キャロット、11位たっくん、10位ひろしさん、9位たなたなくん、8位さくらぼんなさん、7位ぴょんぴょん、6位なおさん、5位まるちゃん、4位ルパンさん、3位ゆうやさん、2位きくしゃん、1位はゆいさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。来てくださった方、ありがとうございました。久々にこの光がある配信で、いい感じですね。ありがとうございましたです。いろさん、最高に。ありがとうございました。ありがとうございました。みんな来てくれてありがとうございました。肌がひどいので、見せられないですけど。ありがとうございましたね。マジ肌がひどい。ありがとうございました。ありがとうね。ありがとうございました。おやすみなさい。早かった。あと2分でした。部屋の片付けしなきゃ。あの片付けやりたいと思います。今日はどこまで進むのか。でも今日はほどほどにして、明日も部屋の片付けしたいと思います。じゃあみんなまた明日ね。明日配信するか分かんないけど多分配信します。イエじゃあねー、バイバーイ。中州行った。みんな出勤。みんな大好き。うん、片付けするって言っても、ね、ずっとさ、立ってるもんね。頑張ります。バイバーイ。キモすぎ。私の今の仕方キモすぎ。めっちゃキモすぎ。引かないでね、みんなごめんね。バイバーイ。